今から10年前、一緒に暮らしていた彼と別れ、一人暮らしをすることになった優子さん。もうちょっと安いのないですか？都内では厳しいですね。そこをなんとか。これなんてどうですかね。リフォーム物件なんですが。へえ、いいですね。これでしたら今すぐ見に行けますが、行きますか？行きます。部屋を決めたいということもあり、早速物件を見に行くことに。あれ行ってみたらまだ全然作ってる最中で、大工さんが中で作業をされてて忙しそうにしてらっしゃいました。あ、まだ作業中でしたね。で、こちらがキッチンです。はい、こちらですね。あー、立派なキッチン。キッチンが広かったんですよ。ちゃんと家族がお炊事できるぐらいの流し場があって、6畳ちょっと大きいよぐらいの大きさの部屋があった。これが5万ちょっとだと素敵って感じで、これはいいなと思って。これで5万円ですか？そうですよ。20日から住めるそうですけど、どうします？じゃあここに決めます。こうして部屋を1軒目の内見だけで決めた優子さん。今の家は2世帯住宅なんですよ。2階に大家が住んでまして、下には大家の息子夫婦が住んでたんですけども、出て行かれたみたいで。そうなんですか。はい。それから1週間後に引っ越し、2階の大家さんに挨拶に行くと。はーい。今日から下に住ませてもらうことになりました佐藤です。これよかったら。あら、わざわざいいのに。お父さん、佐藤さんが挨拶に来られたわよ。あ、どうも、はじめまして。あの、この間部屋に。あ、どうも。あなたのお部屋、主人が改装したのよ。そうなんですか、すごいですね。あ、あの人大家さんだったんだなって。大家さんが作ってたらしいんですよ、その部屋を。大家さんが作った部屋、しかし広くて格安の物件ということに心を躍らせていた優子さん。レシピの本とか、フランスのシェフの料理本とか好きで集めてたんですよ。そんなに物がないので床に立てたりとかして置いてたんですけど。あ、はるみの赤ちゃん。すごく仲いい友達からもらった赤ちゃんの写真とかが、自分でこうやって飾っていいとかっていうのがすごくちょっと嬉しかったんで。部屋のバランスが悪いと思った優子さんは、押し入れの襖を取ってデスクとして使用。そして棚がなかったので、ステレオや本は床に置いて使っていました。2階のお手洗いの音とかも全部聞こえてたので、まあ壁の薄い家だと思って過ごしてました。しかしその音もだんだん気にならなくなり、とにかく快適に過ごしていた優子さん。そんなある雨の日、仕事から家に帰ると。え？水たまりみたいになってたんですよ。あれって思ったんですけど、もうここダメだなと思って、床には置かなければ上に避難させて大丈夫と思って。雨が降ったから水でも入ってきたのかと思った優子さん。ステレオも雑誌もなんとか無事だったので、床の上に置いていたものは全て押し入れの中に入れることに。それ以降は何事もなく快適に暮らしていたのですが、1ヶ月後、人生最悪な目に遭ってしまうのです。その日は休日だったので、ゆっくりしていると、ぶつかったみたいな音、なんか抜けてきちゃうかもとか、なんかそんなですね。突然の大きな音に身構える優子さん。さらに。え、何？雨も降っていないのに床に水。一体なぜ？
押し入れの上の天井の継ぎ目みたいなところからビシャ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 水が落ちてきて、なぜか天井から水が落ちてくる。苦情を言うため2階の大家さんのところに行くと、ちょっと上から水が落ちてきてるんですけど。ああ、お父さんがお風呂の工事してるからだ。なんと水漏れの原因は大家さんの日曜大工だったのです。全てがつながった感じがしましたね。この間のあれもそうだし、大家さんのトンテンカンテンする音とかもそれまで全然気になってなかったんだけど、全てがここに来たみたいな感じでしたね。どうなってるんですか？そんなこと言われてもね。さらに奥さんは、あら、あなたも濡れちゃったの？ごめんなさいね。じゃあ来月の家賃は5000引きでいいわ。もういいです、なんとかしてくださいとかって言えなくって帰ってきちゃったんですけど。自分の中では初めての経験です。すごく仲いい友達からもらった赤ちゃんの写真とかが今でもすごく肌目にしちゃったっていうのが残ってるから、天才だったら諦めがついてたのが大家さんのせいなのかって思うと許せないなっていうのもあったし。この最悪の日の後、まもなく部屋を出て行ったそうです。